三鷹の森ジブリ美術館は、東京都三鷹市の井の頭御西公園に支援内に、ある、三鷹市立のアニメーション美術館。正式名称は、三鷹市立アニメーション美術館。スタジオジブリに深く関わる宮崎駿が発案し、2001年に開館した。名称の通りジブリ関連の展示品を多数収蔵、公開している。建物自体も、宮崎駿による、 断面スケッチをもとにデザインされた。設計者は日本設計。美術館の運営及び館内で上映する短編映画もジブリが制作しているほか、歴代館長もジブリ関係者が多く就任している。また2007年からは三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーとして世界のアニメーション映画の配給やテレビ放送も行っている。施設屋上と屋外を除き、 館内の写真撮影は原則として禁止されている。また、2005年10月1日から敷地内禁煙になった。館内には、ディズニー作品のトイストーリー、ファインディングにも、フォーザ、バーズのキャラクターがある形で隠れている。また、ジョンラ・セーターをはじめとした関係者と応募しき者の,の絵付きサインも館内にある。2012年には、美術館の映像を収録した DVD、 宮崎駿とジブリ美術館が発売されている。開館から現在に至るまで宮崎駿が館主である。初代館長は宮崎五郎。2005年6月24日より中島清文が二代目館長として就任。2017年11月28日より中島がスタジオジブリ代表取締役社長に就任したことに伴い同日3代目館長に 安西和樹が就任。日本の美術館では、珍しい完全予約制、定員制の入館方法を採用している。入館するためには、ローソンのラッピーにて、あらかじめ日時指定のチケットを購入する必要がある。ミニストップの端末、ミニストップラッピーでは取り扱っていないため注意が必要。ローチケ、電話による予約申し込みも可能である。定員に達するか、 入場時間になった時点で当日分の販売は打ち切られる。現在、ジブリ美術館でチケットの直売は行われていないが、美術館前にもローソン三鷹の森店があり、当日でも購入可能な場合がある。なお定員には、三鷹市在住者と市内への通勤、通学者向けに配慮された向上的な枠がある。転売防止のため、購入者の名前が懸免に印字される。 記名式のチケットとなっている。美術館入り口にて、チケット購入者の本人確認を行う場合があり、身分証明書を持参する必要がある。美術館入場時に、チケット1枚につきフィルム付け切符1枚と交換。カズトが複数枚のチケットを持っていても、フィルム付け切符と交換はしない。入場時間は1日4回で10.1214.16時。入れ替え制ではない。 入場は指定時間から30分後まで。カフェ、麦わら帽子は11時開店、18時ラストオーダー。三鷹駅北口で三鷹、シティバス専用の三鷹の森ジブリ美術館往復割引乗車券を販売している。三鷹、シティバスも参照。ありがとうございます。